くしては本当の意味での東北の復興というのはありえないというふうに確信をしていると思います。皆様方をよろしくお願いいたします。仕事内容、実際皆さんドラッグストアで言いませんけども、長期休止年金のある採用数が町内職から9人、違う1ユニットと思うんですけども、この5人から9人の方が集まって介護スタッフの手助けを受けながら